コヘダに行かれたのは何歳の時に？16歳。それで、昭和16年の、私は9月に、海軍、志願兵で入りましたよ。うん。それで戦争が始まったのはあれ、12月の太平洋戦争ね、の8日か、西部でもう行ってました。うん。母親と、私の兄と、私と3人でしたもんで、まだまだ子供でしたもんでな。誰も兵隊に、それ行ってる人が、まあ、鳩間さんみんな行ったけど、行ってませんだよ。それで母親から、うちはもう、君のために、できるので、本当に、つまらんちゅうな、こと言うてましたよ。それで、兄が、昭和15年に、航空兵で、予科連で行きまして。ほんで、頼んで、母親があんなこと言うとんねやったら、なら俺は行って やったらええとこう思って、で、兄が行ったそろだ、16年に、私も母親に言わんと、シェアしたんです。そしたらそれが通って、それで、いよいよ行くようになって、母親に言うたら、えらい、ちょっと、何も起こりはしませんだけどな、えらい顔してましたわ。それがな、本当に、もう、兄が言ってますやろ。なんで、これは、もうえらいこと言うたらんと思いはしたんですけどな、もう仕方ないし、母親は、お前も行くのか、って、えらい顔しましたら。もっと勉強したいとか遊びたいとかそういった気持ちっていうのはなかったんですか？ああ、それはありませんだな。全然なかったな、それは。もう自分は皆、そういう国のためっちゅう、何ばっかでしたでな、頭が。今あんなこと、なんであんな気になってるなとは思うけど、その自分はもうそれが本当に、行きたいっちゅう、気分ばっかでしたな。その軍隊に入られてから戦争が、太平洋戦争が始まった。こう始まった時のお気持ちっていうのはどういうものでした？それがな、私のその、まあ、あれ16年の9月1日に初めて入ったんですけどな。だけど、その、なんていうのかな、ものすごい訓練。これは厳しいんですわ、海軍のは。それでな、本当にこんな厳しいとこやったんかな、とかでな。だけどまあ、そういう、私が、決めたこともんで、で、もう、下瀬などのなんともんでな、決まったんですけどな。だけど、その、私らはもう戦争に負けるというようなことは、全然、考えてなかったもんね、名前は。ああ、いよいよやりかかったら、ほら、全然やらなあかんな、って、そういう気分でしたら。昭和18年の3月でしたけど、まあ、憧れの国家に乗せてもらって、で、クレーの軍港から出るんですけど、もう私乗り込んで、もう、実機に、戦地向け、もう、行ったんですけどな。この船に、初めて乗ったもんで、酔うんですわ。それで文庫水道を出て、沖縄の方を向いて行った時に台風に出よって、と船がもう、ものすごい揺れて、さあもうそしたらそこで酔うてひどんで、私は。だけど、厳しいの、そこで行ったってやっぱり軍隊ですね、厳しいんで酔うておれるんですよ。したところがもう吐くし、で、その時の、上から言われたのが、もう本当に、あんたらの前で言うと、汚いよね、けど、吐きますわな。その吐いたやつを、この靴下の中へ吐いて、で、もっぺん飲まされるの。そんな、目をして、そうすると、酔いが、
慣れるで。もう泣き泣きそれ飲んで。スラバヤっていうとこがあるんですわ。ジャカルタがあって、スラバヤって。このスラバヤへ初めて会って、でそれから、その、いろいろ、戦闘になるわけですけど、まあその当時はもう、私らははっきりその、どうなっとるか言うてくれませんので、わからんなんですけど、もうすでにニューギニアやアメリカはだいぶ来とったらしいですけどな。だけど、私らはそれ知らんと、陸軍や海軍のその、陸で戦う兵隊を、島へ送、輸送するわ。敵前上陸です。そらもう本当に偉い顔してましたな。ああ、もう本当に顔色じゃあらへんだな、あれも。みんな元気をやっては、言うてはおるけど、真のとこはもう、ほら本当にかわいそうなことでした。ええー。ディアク島の、これ、運ぶときに、これも、アメリカの飛行機に襲われましてな。それで、これは本当にもう私もやられたと思うぐらい、両家、弾を打ち込まれて、それでも当たりおる声優を両家撃たれて、もう私もな、本当にあの時は撃たれたと思うんだけど、もう、すぐ旗にこう、一緒におった兵隊が、ここを撃たれて、もう本当に私と肩合わせて立っとったんですけどな。それが、バターンと倒れ、あれが、もう10センチもこっちやったら私やだとね。そういうこととさ、たびたびありました。昭和19年、訓練の時に、三号車に乗り上げてしまってくれんや。とても戦闘するような状態やないので、日本行って修理せえって言われて、日本に帰るんですけど、それもやっぱり、日本に帰る人がどんどんその負傷した人やそういう人がおるもんで、そういう人を乗せた船を護衛しがてら、こう帰るんですわ。そしたところがその、フィリピンのこのマニラっていうところがあるんですけど、このマニラに一遍貼って、ここで、何を、給油して、油を補給して、で、これを出たんです。出て、海岸島がここにあるんですけど、ちょうどこれの中間ぐらいのところまで来たら、アメリカの潜水艦が、その時に、9隻ぐらい船がおったんですけど、この潜水艦にほとんどの船が沈められているので、それいっぱい兵隊も乗ってますけど、皆それがもうその海で沈んでしょうて。それで私ら、それが護衛しとる船も、次から次にとやられて、で結局私の船もここに、しぎらみて乗っとるんですけど、昭和19年9月12日、ここで、アメリカの潜水艦に横っ腹へバーンと魚雷を打ち込まれて、それで沈んだ。それで船が、ゴーッと硬いできて、この子に乗ったら、それはちょっとこう、傾きがてら上がってきたもんで、ここから、ストーンと落ちないと、落ち込んでしまって、それでもう船と一緒に沈んでしまったんです。そうしたところが、まあ、どういう運が良かったのか、まあ、その沈んだ時のことはもうほとんどわからんだんですけど、自然と浮き上がってきて、それで浮き上がって、まあ、見たところが、煙で全然見えんだ。それで、しばらくしとったらその煙が収まって、それでまあ、浮いとったんですけど、誰もおらずよ。私だけで。で、そやけど、しばらくしとったらな、向こうやこっちゃにちょいちょい浮いとって、
それで、まあ、助かったもんだけ、寄ったんが10人ばか。うん。もともとは何人くらい乗ってたんですか？ね、あれな、よその人もちょっと乗せとるもんでな、ちょっと定員量が多かったんですよ。400人、425人おったんですよ。そのうちで10人ばか。それで、したところが、今の、なんていうか、爆発した時の、そんなんで、バラバラになって、木が、木だけは浮いてくるもんで。で、まあ、それが浮いてきとったもんで、その間に顔を出して、浮いとったわけですよな。ええー。せやで、その時に、浮き上がった時はもう本当に、何にも、考えたら、なっとらったんだもん。怖いとも、ああ、もう、よかったとも、そんなことはもう、全然なしで、本当に、真っ白だとだよな、あれで。それで、約12時間ばかりそこに浮いとったんですけど、一番初めに、私が、気がついて、感じたんが、やっぱり母親や。母親ですな。天皇陛下も大事やったやろけど、天皇陛下よりかやっぱり母親が、一番先、頭に浮かんでな、本当に、助かってよかったんか、どうやったか、それはもうそういう判断はわからんなんですけど、まあそういう、ことがありまして、では、その時に、浮き上がった時に、私の目の前に、こう、財布が浮いとったんですよ。こう、折り畳みの財布がパッと。そしたら、それに写真が、はたけてあったんですけど、あった。その写真がな、私の一番仲いい、その声優ですけど、それで二人撮った写真を、が、その財布にあってな、目の前に浮いとん。これはもう船と一緒に沈んで、なくなったんです。それ財布だけ私のところ置いといてた。それがな、うんと離れとるね、船は。私はこっちに一番後ろにおるし、あれは前におるんですやろ。それにその財布が前に浮くっていうのは、本当に私な、不思議で、未だに思ったんですけど、それでそのな、自分の時間ばかりそって水雷艇が助けに来てくれて、船あげますやろ。そうすると、気がいっぺんに緩んで、今まで一緒に浮いとった人間が、話しとったんですけどな。その上上がった途端に、気が緩んで、で、亡くなった人だ、俺。そういう人が2、3人おったから。もうみんな死んだ、こういうふうに思っとるもんで、うちの方へ、もうそういう連絡があったんですよ。で、母親は、あ、もういよいよ、あれも亡くなったんやっていうので、仏さんも入れられとったんやな、私は。うん。仏さん待っとったんちゅうね。で、それを何も言わんとポッと書いたもんで、えらいびっくりでな。喜びましょう、そら。まあ、日本が、こう負けるかもしれないと思った瞬間っていうのはあったんですか？それはなかったな。最後まで。そのうちに神風が吹き上がって。神風が吹き上がって、絶対勝てるって。終戦はどこでお聞きになったんですか？韓国と日本との文字との間に、対馬ってありますから。その対馬でおった。この時にちょうど、戦争終わった時で。で、戦争終わったのはいいんだけど、その時に、生きり立っとる将校がおりましてな。で、それらはもう、負けたんやね。もうこの船今から爆発させるやつ。火薬庫へ火つけて爆発するで、覚悟しとれって言われて。あれで、これは偉いことしやがるなと思ったんやけど、上官の人が、それを止めてな。
あの爆発せんだすんだんですけどな。その時に爆発されとったら私らと、あの、いっぺんにやられとるやると思うけどな。まあ、それでもおかげで助かって。あの、復員する人、帰ってくる人、それを迎えに行くんですよ。その役を言われて、それで、ずっとあれからサイパン、ガブ、トラック、パラオ、それからシンガポール、それから中国行って、上海、あの辺な、ずっと、あれ20年に、20年8月終わったですやろ。でそれから、その来年、21年のいっぱいまで引き上げ、それをずっとしました。みんな、その、引き上げてくる人らは、本当にむごいもんでしたね。もうみんな痩せ衰えて、食べるもんがないってな。ほら、その人らの話聞いとるとな、俺はもう本当にむごいもんやったらしいな、裁判なんかは。うちら裁判とはよりもっと小さい島が旗にあるらしいけど、そこにおった中小なんかは、もう本当にな、食べ物がないので、エビからネズミからも生き物見なくてしまうで、でも何もないんだった。そしたらな、その時にもう泣き泣き言うとったけどな、戦友を食べたって。死んだ人。それはもう、その、死ぬ前に約束をしとったらしいな。俺が死んだら、もうお前ら食べようって言って、それで生き残れって言って。そういう約束をしとったってな、偉い偉いことをしたのやなって今思うんですけどな、そういう話もしてましたな。それは本当にな、人らの格好を見ると、ああ、もうかわいそうなもんでしたな、あれは。子供らにしたんで、そのな、あと、こういう手紙を、いっぱいくれたんだよね。これ子供ら、私に話したと、あと、これ全部そうですね。これがな、書いてあることを読んでもらったらわかんないけど、みんなこれ、戦争は絶対にしないで、な、これが書いてあるんですね。で、私に話したら、もう、戦争は嫌やって、みんな感じたいなと思うんですけどな。これみんなそれより書いとる。これだいぶ長く続くから来てたつやけどな。全部、姉妹は、それでくくっとんだ。そやで、もう私も思うけど、もう戦争がないようになったら、本当に、ね、気楽やな、あれは。それで、今も本当に戦争ってなんであんなバカなことしとったやろなと思って。ああ、思って私もいつも戦争だけはもう、したないなと思って。それで戦争終わってそういう風になった時は、もう今度はどこ走ったで撃たれへんね。もう気楽に走れますわな、あの船が。それで、こんなに違うやろうかと思って。